ってわけなんだが。またとんでもない話だね。14年前から来た君と30年前から来たカルナという女性か。確かにもうすぐ皆既月食が起きる。その日を睨んだ計画か。その彼女に罪はないのだろうが、ことがことだ。今のうちに始末できないのかい？親父のフレーゼ教に使われてるだけなのにか。うん、フレーゼ教か。かつて隆盛を誇ったフレーゼ家が滅びたのは、記録にあるような賊の仕業ではなく、多くの貴族たちによる企みであった可能性がある。もしかしたら王家、いや、これは忘れてくれ。何も証拠は残っていない。緊急です、魔法帝。王都に賊が侵入しました。多くの魔道士が賊の魔法で操られ、同士討ちを行っていると。カルナだ。それなら小僧や昔の俺が何とかする。それなら彼らに任せておこう。それより君にはするべきことがある。フレーゼ教の企みを防ぎ、最悪の事態を回避することだ。最悪の事態を回避か。厄介なことになっちまったな。どうしよう、私とんでもないこと。帰ったのか。あの、私見つけたぞ。最悪だ。この絵の魔導士さんよ、引いてもらえねえか。お前は黒の防御団長、邪魔立てする気か。したくはねえが、こっちも訳ありなんでな。話はその女を捕らえた後で聞いてやる。俺たち怪我しても知らねえからな。相手にならねえな。悪いな。はい、俺の子。もう休んでいいぜ。闇マックスだ。ちょいや、聞かねえよ。来ないで、今よ。相手にならねえな。もう休んでいいぜ。敵の守りを崩すわ。聞かねえよ。逃がさねえよ。悪いな。もう休んでいいぜ。もう休んでいいぜ。悪いな。悪いな。相手にならないな。敵の守りを崩すわ。嘘。はい、俺の勝ち。逃がさねえよ。もう休んでいいぜ。ドラッシュした月の光。相手にならねえな。聞かねえよ。もう休んでいいぜ。悪いな。聞かねえよ。悪いな。悪いな。敵の防御を奪う。相手にならん。悪いな。これが私の全部。私の邪魔をしないで。もう休んでいいぜ。一旦引くぞ。ヤミスケヒロ、貴様のことは報告させてもらうからな。しばらく帰れねえな。ユリウスの旦那、うまく言い訳してくれよ。これはいい。しっかり娘を守ってくれ。また表に出てきたのか。
てめえ何考えてる。復讐だよ。てめえを殺した貴族たちへか。ほう、少しは知っているのか。半分はそうだな。半分？もう半分は我が忠誠を裏切った王家への。私をフレーゼと知ってのことか。弱小貴族の私を取り立ててくれた王に私は絶対の忠誠を誓っていた。だが私のこの気持ちは、身命を賭して国に尽くそうという気持ちは裏切られた。待て待て待て、国王がやらせたって言いたいのか。さてな。だがあの時のミネスの顔、知らなかったとは思えんな。今更じゃねえのか。どういう意味だ。恨めしいと思う気持ちは分かったが、あんたも死んじまってるんだぞ。今更復讐して何の意味がある。そう思っていたさ、あの時まではな。あの時何の因果か、私はこの魔道具と同化した。動くこともできず、時が過ぎるに身を任せた。しかしあの日、娘が私を見つけたのだ。私が殺される直前、私は娘を未来に逃がした。その娘は長き時を経て私を見つけた。これを典型と言わず何とする。神が与えたのだ、復讐の機会を。俺があの夜屋敷に忍び込んだからか。ってこった。少し喋りすぎたな。私は寝る。あ、私またどうしました。なんでもねえよ。